What is good, YouTube? It's your boy Mario RPG. I hope you're having an amazing morning, afternoon, or evening, wherever you are in the world. And today, we're back with episode 49 of Fullmetal Alchemist Brotherhood. Now, I did remember just now, before starting this one, to go back and watch the outro. I don't know why I didn't watch the outro. It was at 20 minutes. It was obvious there was going to be an outro. My bad. I'll try and always remember to watch the outros. I hate that this show does that, but it is what it is. Basically, it started with Super Hoffenheim. Super Hoffenheim he was talking to them and saying what's Mustang's move going to be, his next move. And Armstrong said that if I was Mustang, I would go and kidnap Bradley's wife. And then Super Guy was like, why on earth would you humans do that? And then that is exactly what happened. I wonder what her role is going to be in this. Two hers, by the way. One being Armstrong and the second, Bradley's wife. Didn't expect that. And I really like that that's happening. I'm very, very intrigued by what's going to go on there. So we are going to get straight into it. Be sure to like and subscribe. Check out the Patreon, patreon.com/MarioRPG. And without further ado, episode 49 of Fullmetal Alchemist begins. ランファンと共にエドはホムンクルス・プライドと戦う。ランファン。だがプライドは仲間であるグラトニーを大僧と夫人を誘拐し人質とするのだった。聞こえるか、アルフォンス。 この匂い、エドワード・エルリック、君を捕まえればオーエンハイムも出てこざるを得ないでしょうね。エド、残念、グリードだ。貴様、若に体を返せ。 そいつはできないそうだんだ。大丈夫か。余計なことするな。お前まだ腕が本調子じゃねえだろ。そのまま行け。すまない、一目切れなかった。へっ、気にすんな。 It's just a little kid. Yo. あの、父さんがいるってことは、ここはカナマ? そうだ。 なんで僕、いつの間に… そうだ、プライド! 奴らは俺の分身の… そのまた分身みたいなものだからな。息子であるお前の欠員に干渉しやすいのかもしれん。お、分身さん。お主がエドワードの父か。そうだ。影の化け物がグラトニーというのを食ってしまって手がつけられない。僕がプライドに捕まったからみんな、ピンチに。 火事で光源がありすぎるし、閃光弾も使い果たした。このままじゃ、セラムの住人たちも巻き込まれるぞ。父さん、父さんはやり手の錬金術師でしょ。父さんの腕前を見込んで。I mean, he should be, right? He's been around for a while. だいぶ見晴らしが良くなりましたね。くっそ、おい、生きてっか。 なんとか。人の心配をしている場合ですか、グリード。君の方こそ、あと、どれくらいで死にますかね。食べてもいいですか。俺食ったら腹壊すぞ、兄ちゃん。おや、やっと登場ですか、オーエンハイム。ああ。いや、無理無理。ああ。お前、おっかないもんな。
わざ人質になりに戻ってくるとは。ほほほほほほほ。すげえ。No light in there. 閉じ込めちまった。何考えてんだてめえ。俺の考えじゃない、これはアルの提案だ。Poor Al. うまくいった。これでお前の能力は使えない。我慢比べしようじゃないか、セリム。いや、ホムンクルスのプライド。こっちは酸素も光も食べ物もなくて平気な体だ。今のプライドを倒すのは困難だ。だがこのままだと周りの被害も大きくなる。ならば戦うのではなく、自分をおとりに抑え込もうってな。Looks like a massive bar. Is that just me? 対策を立てる時間が稼げる。だからと俺に相談もなく。兄さんに言ったら。さあ、まずこの火を消すぞ。あれ、兄さん。でも今回はもともと僕が原因だったから。それに言ったって一日の辛抱なんだし大丈夫だよ兄さん。今セントラルにいるのは親父殿とスロースのみだ。クリード、貴様何を考えている。言ったろ、世界の王になるってよ。フォーメタルアルケミスト。Hey, come on, Kimberly, where you at? なんだか最近セントラルにイシュバール人増えてきてるよな。よう、バッテンギズのアンちゃん。よう。噂をすればなんとやらだ。カナマというスラムを探しているのだが。カナマなら町外れの南の方、森の中にあるよ。ちょっと前にここに戻ってきてたんだけど。なんだと。あいつ、国に帰ってなかったのか。何やってんだ、まったく。おお、アンちゃんとついにやったな。ほん、何のことだ。アンちゃんたちだろ。まあ奴らテロかますってもっぱらの噂だったからな。彼らはそんなことをするために集まったわけではない。テロ以外でこの国を変えようとしている大切な仲間だ。仕事熱心もほどほどにしなければなりませんね。せっかく新調したスーツが汚れてしまった。夜が明けてからが本番だというのに。あんまり人間のことバカにするからこういう目に遭うんだ。お前たちは僕ら人間のこと何も分かっちゃいない。何でも思い通りになると思わない方がいい。人柱とか言って僕らを利用し何かをしようとしてるみたいだけど、もし僕たちが自分の身かわいさに国外逃亡でもしたら、その時点でお前たちの計画はおじゃんだったんだ。そう、例えばラースの妻、以前街中で私が車に轢かれかけたことがあったのですが、その時あれは身を挺して私を助けようとしたのです。私には父上はいたけれど母というものは存在しませんでしたから、正直あれの存在は興味深かった。母親とはこういうものなのかと。そうですよ。 He's gonna use the horn. あんないい人を騙すなんて。確かに家族ごっこではありましたけれど、あれとの生活は楽しかったですし、ましてや人柱として選ばれた君たちはその人間の中でもより強靭な心を持っています。この国を捨てて逃げられるはずがない。ずさんなどありえないのです。そろそろ時間です。ああ、
Wait, I just realized. She probably knows something's going on with Selim because he never grew up. Chui. Nanja koryo. Nani ga attan da? Ittai. Sore ni kono yama wa Jeruso ni zanpa no janai ka? Kimberly ni iwarete ore tachi o shimatsu shi ni kita no ga? Ha? Nani itten da? Nani itten da? Kimberly no buka nanza tokku ni yameteru yo.とか言って油断させて俺たちを殺す気だろなわけあるかスカーも一緒だな何言ってんだこのゴリラが言ったんだついたそこはな早速打ち合わせをこのベタもデブもゴリラも喧嘩すんなてめえに喧嘩してんのかだよなまあおかげで日陰者の身にはなってしまったが気分はいいぞだなそれにあいつらは俺らを見捨てることはしないからなみんな無事生き延びられるといいがお These guys are all probably gonna die じいさんはどこに行ったんだその方がいろいろ都合がいいってさマスターの大佐の動きとかもいろいろ掴んできてくれるって言ってたけど大方リンの行方が気になるんだろうああなるほどなるほど。スカーたちとの打ち合わせは終わったのか。大したもんだよ、お前の弟は。暗闇であんな化け物と一緒だもんな。俺だったらどうにかなっちまってる。うん。アルが踏ん張ってくれてるんだもんな。あとは俺たちがやるだけだ。約束の日の。It's time. Bro, we're finally gonna see what the bloody plan is, man. Holy crap. Oni-chan, Oni-chan, Deni Oni-chan, Deba. Urusai na. Nanda yo. Ano na.今何時だと思ってんだ。まだ日食が。Now, normally in an anime, when random adorable children show up, something bad follows. I hope everything's all right in the net when I click play and nothing goes wrong. 始まる時間じゃないぞ。おい、太陽見るなよ。目がつぶれぞ。知ってるよ、そのくらい。お前ら。今日外に出るなよ。やつらはダイソーの人を人質にしており、こちらからはなかなか手を出しづらい。攻撃しろ。Oh my god! If they kill her, pride's gonna be pissed.Surely he must have expected this. On the bright side, I think the adorable children are okay. I don't know if this is now or next episode. I'm just gonna hope it's next episode and we should be good. You know, Hoffenheim should get MVP for how badass he did. But it's just got to go to Selim again. I'm so mad Kimberly came back for like a second. But Selim has taken the mantle of villain really well. I've said it so many times, I love when shows take NPC characters and make them really important, like the Gorilla and the Lion Bros and the whole gang.And now they've just met each other and now they're like quite important. Very Hunter x Hunter like. And I really, really like that. And I can't wait to get to the next episode. It's finally time. What is going down? Let's find out. Like and subscribe. Check out the Patreon. And I'll see you guys next time for more.